はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、今回はスーパーカップで、バイエルンミュンヘン、さらにはドルトムントのスーパーカップをお送りしておりますが、そういうこともあってノイヤーということでね。で、変わったところは左サイドバックがランクアップを待ちたいアレックス・サンドロと、右サイドピシチェックドルトムントですね。で、ドルトムントのもうランクアップしてるんですけど、ビッツェルがやっぱり一番ハマるってことでね、こうなりました。で、ゴレツカが普通にレギュラーで起用したんですけど、やっぱり負けたくないっていうことでね、ロナウド、メッシ、デルビエロになっちゃいましたね。で、点差がついたら、ここを採用って感じですかね。ミュラー、ロッペン、リベリー、ディアロ、アガンジ。ちょっと眩しい。まあ、ここら辺がね、ちょっと、点差がついたら起用っていう感じなんですけど、残り数分になっちゃったんでね、もうちょっとね、しっかり起用できればよかったかなとは思うんですけども。で、一応ね、4-2-1-3 をね、最初は頑張ってやってたんですよ。だけどね、やっぱり、メッシのトップ下がいまいちだったんで、やっぱり3トップに落ち着いてしまいましたね。で、今回で、ドルトムントとバイエルンを取ったので、あと2つということになりました。なのでね、いよいよエジルさんを獲得するのは次回ということになりますね。いやいや、長かった。で、今回から、キャンペーンが始まっております。20クレか何かで1枚カードを引けるっていうか、カードをもらえるってやつですね。で、全部で120クレ回すと、報酬として、ルイス・スアレスがゲットできるという、そういうキャンペーンなんですが、2週間 ?3 週間結構間があるので、マグは、あれですね、J リーグのカードをランクアップするっていう、まあ、何の柄も変わらない、ただバインダーを埋めるだけっていうね、で、しかも公式バインダーもページ足りないっていうね、かなり残念な仕様にはなってるんですけれども、ちょっと、ね、イエサブか何かで、違う、フルコンプだったかな、かなんかでちょっと、追加のバインダーを足して今運用しておりますけれども、 J リーグの、ランクアップのカードをね、印刷するっていうことで、その100円を使っても1クレっていう扱いみたいなので、そこら辺で、なんとかスアレスゲットできそうな予感はします。まだまだ全然溜まってないですけどね。はい、じゃあフッティスタの動画へどうぞー。フットボールファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ノルトラインポカール1回戦をお送りしてまいります。
最初からつまずくわけにはいかない両監督、勝利を収めるのはどちらのチームなのか。さあ、まもなく試合が始まります。両チームのフォーメーションです。ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。フォワードディフェンスの能力が高くバランスの取れたチームです。対する相手チームは 4-5-1 という布陣で対抗します。ワールドクラスの中盤と守備陣がチームに安定感をもたらします。突破していく、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、抑えます。ボールを受けます。左に出しました。このクロスに左シュート、ここはキーパー正面。デルピエロからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。ピッチ中央、ここで奪われた。アルクス・サンドロがカット、いいシュート、ゴール、入りました。先制です。ゴール、先制ゴールです。この1点でチームは波に乗りたいところです。お互いにどう崩していくのか、じっくりと見守っていきます。1-0。この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。メッシからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。ロッベン、足の速さには非常に定評のある選手です。中央へ送りました。ボールを受けます。さあ、監督が選手にマンマークの指示を出しています。さあ、ゴール付近でどんなプレーを見せる。メッシ、ゴール、決まった。大観衆の雄たけびがスタジアムに響き渡っています。いやー、これは素晴らしいゴールでした。前半26分、キックオフから試合再開です。このボールを左へ、ラビオからベジェリン、周りを見て、ここはつなぎます。積極的にボールを奪うよう指示を出します。奪いました。中央へ送りました。抑えます。選手たちは監督の指示に応えるべく動きます。ボールへの速いアプローチを指示しています。右に出す。ラビオからモンレアル、奪いました。止めて、左へ送った。ボールを運びます。抑えます。さあ、ゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。サイドへ送って、この指示で得点につなげたい。ボールを回します。右へ送る。止めて、思い切ってシュート、ダイレクト。ここでホイッスル。前半が終わりました。前半を踏まえて両監督は同じ作戦でいくのか、もしくはガラリと変えてくるのか、注目していきましょう。さあ、もう間もなく後半です。後半が始まりました。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになるのか注目です。割って入ります。素晴らしいカバーリング、縦大きなパス、ワントラップ、ボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。ボールを運ぶ、前線付近でボールを持ちます。さすがの飛び出し。ノイア、攻撃を広範囲で封じる守備範囲の広いキーパーです。ボアテンから出る得意のロングフィードで相手の裏をつけるか。アカンジがカット、指示した道筋を信じ選手たちが動きます。右へ、
通すことができない。左へ送る。ボールが奪われました。サイドへ送りました。ボールを受けます。ピシチュクがパスカット、前へ送った。右サイドを駆け上がります。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。積極的にパスを回すよう指示を出します。アカンジがここは大きくクリア。ボールを取り返す。左に出しました。ボールを回します。抑えて、この指示でゴール前までつなぐことができるか。左に出しました。トラップ、クロスを上げて、よく見ていました。ボールを運びます。カルバハルからムバッペ、さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというと、ダイレクト、ここはきっちりセーブ。残りの時間でどういった攻めを見せてくるのか。積極的にボールを奪うよう指示を出します。ボールを奪います。上げてきた、ダイレクトで打った、ここで決めた。大歓声でスタジアムが揺れているのが実況席まで伝わります。綺麗にヘディングで合わせてきました。監督、交代枠を全て一気に使って勝負に出ます。後半42分、この試合を制するのは果たしてどちらか。膠着状態を打ち破るべく攻撃に出ます。コケがここで持ちます。ここで奪い返します。さあアディショナルタイム、これが最後のプレーとなるのでしょうか。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょう。ダイレクト、ダイレクト、入った、ゴー、この試合2ゴール目を奪った。ダイレクトでしっかりと枠を捉えて、キーパーが取れない位置に押し込みました。ムバッペからラビオ、ボールへの速いアプローチを指示しています。右サイドから切り崩します。ボールを奪います。試合終了、攻撃陣の活躍で見事に勝利を収めました。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。
ットボールファンの皆様ご機嫌いかがでしょうか。ノルトラインポカール決勝をお送りしてまいります。初戦でお互い負けるわけにはいかないこの試合、制するのは果たしてどちらのチームでしょうか。さあキックオフまでもう間もなくです。主審のホイッスルで今試合がスタートしました。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。攻撃陣の光る個人技が魅力のチームです。一方相手チームは 4-4-2 で挑みます。デルピエロからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか、ボールを運びます。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ここで取り返す。ロッペン、身長180センチ、オランダ出身、今日は右ウィングでの起用となります。キーパー抑えます。立ち上がりは両チームテンポよく動かせている印象です。左から合わせる。さあ先にシュートを放つのはどちらのチームか。キーパーを抑えます。積極的にボールを奪うよう指示を出します。カルバハル、身長173センチ、スペイン出身、今日は右サイドバックでの起用となります。持っていく、縦へ送って、前へ送る。デルピエロ、身長173センチ、イタリア出身、今日はセンターフォワードでの起用となります。どこで仕掛けるか伺っている。ロッペポスト合わせた、先制ゴール、待望のゴールが生まれました。素晴らしい先制ゴールで観客を魅了します。1対0。この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ラビオ、身長188センチ、フランス出身、今日はセントラルミッドフィールダーでの起用となります。クロス上げて、ワントラップ、ボールを奪います。突破していく、抑えて、積極的にパスを回すよう指示を出します。奪われます。左に出しました。右サイドへ大きく出します。どこで仕掛けるか伺って、これはゴールキックになります。さあプレー再開です。ノイヤ、攻撃を広範囲で封じる守備範囲の広いキーパーです。ボアテンから出る得意のロングフィードで相手の裏をつけるか。さあこの戦術がここで機能するか。回して、左サイドから選手が上がっていきます。クリスティアーノ・ロナウド、ボールへの激しいチェイスを指示しています。ここでホイッスル。前半が終わりました。前半を踏まえて両監督は同じ作戦でいくのか、もしくはガラリと変えてくるのか、注目していきましょう。さあもう間もなく後半です。ロッペン、足の速さには非常に抵抗がある選手です。リードした状態で終えた前半、このまま勝ち切れるのでしょうか。左から合わせる。デルピエロからメッシ、得点につながる指示となるか。ロッベンからデルピエロ、デルピエロゴール入った。サポーターの雄たけびが響き渡っています。これはよく押し込みました。ここで選手交代です。後半9分、ここで諦めずに果敢に両チームとも攻めてほしいところ。中央へ送る、
ビセルがキープ。さあここから反撃が始まるか。右に出しました。このタイミングでプレッシングをかけていきます。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。現在2点リードで試合が進んでいます。ここでマンマークをするよう選手に指示が飛びます。運んでいった。ボールを奪いました。アレックス・サンドロックからデルピエ、トラップ、右サイドへ大きなパス、コケがここはクリア。コケからフィリペ・ルイス、取り返しました。ボールを受けます。さあ前線のこの辺りで仕掛けていく。決めるか。そのままシュート。これはキーパー。このタイミングでプレッシングをかけていきます。ベジェリンが個人突破。ベジェリンからムシタリア、もう後がありません。右サイドへ大きく展開。監督ここで選手の交代を呼びかけています。出しました。ボールへの速いアプローチを指示しています。右へ送る、サイドへ送る、止めて奪いました。取り返しました。ボアテンクからロッペン、ここでアディショナルタイム突入です。選手たちは監督の指示に応え、デルピエロ、ゴール入った。華麗なる2ゴール目。このゴールですでに2点目を決め、今日絶好調です。両チームともに選手を入れ替えてきました。止めて中央へ、リベリからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。前線付近でボールを持ちます。思い切りのいい飛び出しでした。さあここから反撃ののろしが上がるか。試合終了。おめでとう。見事だ。優勝を飾りました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。
フットボールファンの皆様こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ミュンヘンポカール1回戦をお送りしてまいります。今シーズン好スタートを切っておきたいところ、お互い初戦で負けるわけにはいきません。さあ、まもなく試合が始まります。さあ、前半のキックオフです。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。攻撃陣の光る個人技が魅力のチームです。対する相手チームは 4-3-3 のフォーメーションで対抗します。デルピエロからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。ボアテンクがここは大きくクリア、ボールを奪われます。ハイボールをクリア。メッシからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。左から上がっていきます。奪いました。中央に。両チーム立ち上がりの良さが勝利のキーとなってくるでしょう。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、フンメルスがここは大きくクリア。ボールを入れます。さあ、先にシュートを放つのはどちらのチームか。監督の戦術を重視した攻めを形成します。これはキーパー。相手ボールになります。キミッヒがキープ。トラップ出しました。ここで取り返す。中央に出しました。ボールを受けます。さあ、ここから反撃が始まるか。右に。さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。フィリペ・ルイスがパスカットに入りました。奪いました。ゴレツカからビシチェック。右から上がっていった。右から合わせる。素晴らしいカバーリング。止めて縦へ大きく出します。この位置でボールを奪う。得点につながる指示となるか。前線付近でボールを持ちます。少し危険なプレーでファウルとなりました。ここで先制ゴール。均衡が敗れた。これでゲーム展開はどうなるでしょうか。ボアテンから出る得意のロングフィードで相手の裏をつけるか。中盤で相手の攻撃を封じにかかります。奪いました。ピシチェクがここで持ちます。これはゴール。サポーターも狂気乱舞。ここは確実に決めました。ここでホイッスル。ハーフタイムに入ります。両監督果たして後半はどう出るか、引き続き注目していきたいと思います。さあ、もう間もなく後半です。主審のホイッスルで後半がスタートしました。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになるのか注目です。ここでサイドエリアのカバーリングを担います。ここで奪い返します。ノイア、攻撃を広範囲で封じる守備範囲の広いキーパーです。現在支持している戦術で攻めに出ます。サイドへ送る。ワントラップ。リベリからゴレツカ。ワントラップ。上がるのは左サイド。リベリからゴレツカ。さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。取り返しました。ボールを受けます。
カウンターを仕掛けるため前線に。おっと、ゴール入った。このシュートはキーパーも取れませんでした。ここは確実に決めました。ここで両チームともに同じタイミングで選手交代です。後半16分、この試合を制するのは果たしてどちらか。リベリからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。ミュラー、チーム内でも前線での守備意識が非常に高い選手です。ロッペン、足の速さには非常に定評のある選手です。ボールを奪います。ロッペンが個人突破。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。シュート、ミュラー。スタジアムが熱狂の渦に巻き込まれます。うまくねじ込み得点をもぎ取りました。後半24分、キックオフです。決めて、ボールへの速いアプローチを指示しています。つなぎます。これはミュラーからロッペン。さあゴール付近でどんなプレーを見せ、シュートを放った。うわー、ここで決めた。素晴らしいゴールでした。見事に1点を奪い取りました。後半31分、キックオフから試合再開です。決めて、マンマークで守備を固め相手の反撃を迎え撃ちます。上がるのは左サイド、ここで奪い返します。止めて、残り時間、選手たちにどんな指示を与えるのか。ボールが奪われました。抑えます。リベリーからコーチーに出します。パスを出しました。右へ送る。このパスはこのタイミングでプレッシングをかけていきます。キミッヒがキープ、サイドに出す。アディショナルタイム、もう時間がありません。リベリックコーチーに右に出す。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。ここで奪ってトラップ、つなぐ。ボールが奪われました。試合終了。他を寄せつけない強さを見せつけました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。
ットボールファンの皆様こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ミュンヘンポカール決勝をお送りしてまいります。幸先のいいスタートを切るためにも勝っておきたいこの一戦、制するのはどちらのチームでしょうか。さあキックオフまでもう間もなくです。さあキックオフ、今前半が始まりました。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。攻撃陣の光る個人技が魅力のチームです。一方相手チームは 4-4-2 で挑みます。フォワードディフェンスの能力が高くバランスの取れたチームです。運んでいったタッチラインを割りました。マンマークで守備を固め相手の反撃を迎え撃ちます。右へ送った、ラインを割りました。スローインで再開です。デルピエロからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくる。合わせた、決まった、先制ゴール、待望のゴールが生まれました。この1点でチームは波に乗りたいところです。両チーム立ち上がりの良さが勝利のキーとなってくるでしょう。1-0、この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ナイスクリア、このボールを右サイドを使って攻めます。前へ、メッシからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。奪いました、前へ送った、抑えて、さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。キミッヒがここはクリア、監督の戦術通りに選手たちが動き攻撃を仕掛けます。センタリング、奪われます、ボールを運びます、ボールを受けます、右に出す、トラップ、パスを出してリベリからアゲエロ、ボールを受けます、左からのクロス、ここは踏ん張りどころかもしれません。この同点弾でなんとか追いつきます。両チーム譲らない、非常に見応えのある展開になってきております。ボアテンから出る得意のロングフィードで相手の裏をつけるか。ノイア、攻撃を広範囲で封じる守備範囲の広いキーパーです。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。運んでいった、奪います、ここはきっちりセーブ、抑えて、左へ、サイドへ送りました、トラップ、ここで取り返す、前に止めて、ゴールに繋がるか。セルヒオ・ラモスがカットに行きました、奪われます、ここでホイッスル、前半が終わりました。前半を踏まえて両監督は同じ作戦で行くのか、もしくはガラリと変えてくるのか、注目していきましょう。まもなく後半が始まります。さあ試合再開、後半が始まりました。前半は同点、両者譲らない展開となりました。後半お互いまずなんとか早めに1点が欲しいところでしょう。右サイドから選手が上がっていきます。指示した右数字をシュートを打った、このゴールですでに2点目を決め、今日絶好調です。後半5分、
ここからどういった試合展開になるのでしょうか。左へ送ってこの指示で得点につなげたい。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくる。シュート打った、ゴール、ここで決めた。このゴールが3点目、ハットトリックとなります。今日は絶好調のこの男、ついにハットトリック達成です。両チーム選手を同時に投入してきます。後半9分、ここで諦めずに果敢に両チームとも攻めてほしいところ。これが勝敗を分ける采配となるのか。ミュラー、チーム内でも前線での守備意識が非常に高い選手です。得点につながる指示となるか。トラップ、前に出しました。このボールはカット、ここで取り返す、縦に出す、右へ送る、止めて一人で行く、このボールを、さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。監督の戦術を重視した攻めを形成します。プレスをかけるよう選手たちに激しく指示しています。このボールはカット、クリスティアーノ・ロナウドからミュラー、さあこれはキーパー、これを反応、スーパーファインセーブです。誰を狙ってくるのでしょうか。そのままシュート、サイドに出しました。抑えて中央に出しました。イニエスタからマンジュキッチ、指示した道筋を信じ選手たちが動きます。イニエスタがここで持ちます。中央に出す、左に止めて、監督の戦術通りに選手たちが動き攻撃をし、ミラー、さあ残り時間わずか、これは素晴らしいゴールでした。ここで両チームともに同じタイミングで選手交代です。後半36分、キックオフから試合再開です。回してゴールへとつながるプレーを見せてくれそうです。ロッペ、足の速さには非常に定評のある選手です。リベリからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。ここでサイドエリアのカバーリングを担います。ロッペンが個人突破、中盤で相手の攻撃を封じにかかります。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。この位置でボールを奪う、前へ送った、アディショナルタイム、もう時間がありません。さあこの戦術がここで機能するか。ワントラップ、出して前へ送りました。ボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。ここでホイッスル、ついにタイトルを獲得しました。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。